25メーターございます。でその25メートルをですね、どん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 溶接でつなげ合わせてですね、ロングレールといわれる本が、200メートル以上になっています。上に、ウツボと呼ばれるですね、鋳物職場でいう溶けた鉄が入った釜ありましたね。見た方は分かると思うんですけども、まあ、それと同じようなものですね。中はですね、まだドロドロに溶けた状態なので、このままですね、4分間固まります。それから、解体に入ります。解体はですね、下のレールの部分を残してですね、上に、まだ純度が溜まっている部分があるので、まずこの部分を移動します。この時でもまだ800度ぐらい。おお、はい、これで一連の作業